帰りますか。行きましょう。本当に本日ありがとう。一日ありがとうございました。いい車乗ってねとか叩かれるよ。親の車ですって言っといた方がいい。親の本当に親の車本当の親が。暗いかな。フラッシュしながらできるんですね。ここつけ、こっちとかつけるさ、つける。これ交通法違反みたいな突っ込まれるんだ。え、そうなんですか。うん。じゃあ俺のフラッシュを。よし、やってまっけ。俺サブちゃん基本ノー編集であげるから気をつけた方がいい。あ、わかりました。変なこと言うとポロッと出ちゃうとですね。いや実際、俺会ってみてどう。会ってみてですか。なんか会う前の動画とか。なんかイメージとかあるやん。なんだどっちなんかチーム米沢かなんかで指導行ったみたいな、うん、そのこれが決まってそれその斎藤プロがどんな雰囲気なんだろうと思って、うん、見に行った時に、うん、結構そのアップからミス多いよみたいな、うん、言ってるシーンをもう見て、うん、それで動画やめました。もうみんな怖っと思ってマジでめっちゃ怖えと思って。そんな怖かったあれ。なんかそのいやあ結構そのしっかり多分そのできてないことはやっぱできてないって言われるし、結構本当にやばいと思って、うん、めちゃめちゃ怖い、ちょっと怖いな、怖いかもって思ってました。どうやった？いやでもそのすごいアドバイスが的確でだったんであれですけど、でもやっぱこうラリー中とかにちょっとこう、うん、ミス多いよみたいな感じで言われて、うん、あやばいみたいな、いやここは頑張んないと殺されると思って、それはちょっと。でも俺人に怒ることないよ。いや結構そのなんですかねアドバイスがすごい、うん、ロなんですか ロートーンじゃないですけど、うん、その落ち着いてこう、うん、冷静にアドバイスしてくださるんで、うん、それがこうたまたま僕のその先入観と合致しちゃって、うん、ちょっと切れたらやばいやばい、そうやばいと思って。そうです。でもなんかその、その吉田伊織さんとの動画はもう見てたんで、うん、結構そのユーモアじゃないですけど、うん、はあるし、なんか多分その優しいけどテニスに多分テニスに関してはやっぱ熱いから厳しいんだろうなっていう印象でした。うん、なんか気になってることとかね、普段。聞きたいこと。あのなんか前すごいなんかザ本当にザプライベートな話なんですけど、うん、なん か彼女さんいるみたいな、うん、話をなんかの吉田優里さんとのコラボのやつで見て、うん、そのでも全然テニス関係じゃない。違う。うん、なんかその どういう人なんだろうっていうその シンプルな興味です。その別にどう。別に普通にみんなと同じように普通に付き合ってるだけやで、はい、その高校とかでもなかった。違う。もう完全にその一般人じゃないですけど、うんうんうん、テニスの全く知らない人やった。なんか僕は的にそのプロのテニスプレイヤーとかだと、うん、まあ、やっぱりプロテニスプレイヤー同士とかで付き合うのかなって思ってたんで、うん、そんなおらんよね。でも言うて。あ、そうなんですか。うん、あんまりおらんね。なんかその海外のプロとかだとすごいそのああ結構多いかも。はい、多いんで。あるよね、やっぱだ日本もそうなのかなと思って勝手に。まあ嫌やな。こんなこと言うとあれやな。別に嫌とかじゃなくて、なんかちょっと俺あんまテニスしてない時にテニスの話とかしたくないから。 あ、はい、あ、そうなんですね。あんまり考えたくないから。はい、まあどうせ考えんとダメだから考えるんやけど、はい、いろいろなこととか。けどできればそんなずっとは考えたくないから、はい、あ、そのオンとオフじゃないですけど、テニスの話とかあんましたくない。ああ、そのプロをやってるのはもちろん知ってるけど、けどですよね。なんで隠す。隠してどうやって俺が、いや俺普通にどっかで働いてる。どうやって付き合う。隠す。試合はじゃあ見に来たりとかはしないですか。あ、たまに。あ、たまに。うん、っていう本当にめちゃめちゃしょうもないですけど。結構みんな隠すよね、彼女いるんですかとか。はい、隠す人多くない？聞いたら。分からんけど分からんけど、はい、俺別になんか正直者やから全部とりあえず恥ずかしいことではないしね別に、はい、
なんか突っ込んじゃいけないのかなみたいな感じは確かにあります、うん、別に俺アイドルじゃないし別に彼女ってどうとかないし、はい、すごいなんか変な質問してしまうそんなことしか気になってないんだよいやでもそう、いやでも今日テニスのことは結構その、うん、今日いろいろ聞けたんで、うん、やっぱどうしてもそのやっぱプロの方のあれを見るとやっぱそのいわゆるサブちゃんみたいな感じのその、うん、ああいうプライベートな場面をやっぱ見ることが少ないんで、うん、でもなんかみんテニスやっぱ見るやんどうせ動画とか出したら、はい、だから俺もなんか需要ないんかなと思ってたんけど、はい、みんなまあ喜ぶは喜ぶやん、はい、だから俺サブチャンネル作って、はい、別にそれでどうとかないけど、はい、なんか分けてもうしっかりテニスとなんか適当なプライベートとか分けて見せて、はい、見てくれる人は見てくれるかなと思って、はい、なんか逆にこうあなんかそのまあちょっと言い方悪いですけどやっぱその目の前であんなすごいプレーしてる人もやっぱ自分たちと同じ人間なんだなみたいなのをやっぱすごい実感できるっていうのが、うん、ああいう動画は結構僕的にはなんか好きですね、うん、大事やねよっしゃセンキューな、いや本当にありがとうございました、まあ頑張れよ、はい頑張ります、ちゃんと今日だけじゃなくて、はい、はい、どうしようかな、ありがとうございます。